ベネト州のトレビーゾ県にある典型的なオステリアの庭イタリア語話者の多いスイスティチーノ州にあるオステリアの庭。ビルヘルム・マーストラン作、イタリアのオステリア2、カールスベルグ・グリプトテク美術館所蔵。絵に描かれたオステリア。1866年、カール・ハインリッヒ・ブロッホ作の絵画ローマのオステリアにて、コッペンハーゲン国立美術館所蔵。オステリアは、 原理的にはイタリアでワインと簡単な食事を提供する場所を指していた。後に重点が食事へと移ったが、メニュー数は少ない傾向が強く、パスタやグリルした肉や魚のような地方の名物料理がほとんどであり、相席で食事を提供されることも多かった。オステリアでは値段の手頃な昼食を提供していたほか、 仕事終わりの仕出しや夕方の軽食も取り扱っていた。オステリアには幅広い形態があり、飲み物のみを提供し客が各自食事を持ち込む、形態の店もあれば、男性客のみを対象とした形態の店、学生や若い労働者に優しい店、中には地方の伝統音楽やその他の遊戯を店内で取り扱う店も存在した。オステリアと似た形態の店として、 客が瓶もしくは携帯用の瓶を持参して損から飲み物を各自注ぐボッティリエリア、店で揃えるワインの幅広さや質の高さを売りにするエノテ定カなどがあった。イタリア国内で有数の歴史のあるオステリアとしてエミリア・ロマーニャ州のオステリア・デル・ソーレ、ボローニャのオステリア・デル・カペット、フェラーラのオステリア・アルブリンディジがある。 これらのオステリアは14から15世紀に建造された。ボローニャの文献検索サービスによれば、オステリア、デルカペットは1375年までその歴史を遡ることが可能である。このオステリアは1700年までの間に店舗を何度も移転している。実際に店舗の位置は検索サービスでは確認できず、 店舗の位置が変更されても宿の目印はそのままであることが多かった。オステリア、デルカペットの実際の位置が特定できるのは、当主のドメニコシモンチーニが、マジョーレ広場付近のビアデフサリに宿を構えることを決断した1652年までである。1712年、ボローニャの彫刻師であるジュゼッペ・マリア・ミテッリがゲーム版、1個のボディ映ってるオースティリーチェ・ソーノにの、 オステリアのロゴを掘った。これは、現代の店と同じロゴである。ロゴはこのゲーム版の番号41の場所にあり、ラードをよく塗った、美味しい山ウズラが食べられる居酒屋として、クルトンと共に掘られている。オステリア、デルカペットは、オステリア、デルソーレと共に、宿の実が現存して、ボローニャで営業している。ありがとうございます。